柏レイソルはなんとか残留手前まで来ました。さあ最終節、自力で決めることができるでしょうか。森島ユンカ、これは森島反転した、ユンカの足元、前が空いた、ユンカこぼれた。自力で残留を決めるためには勝ち点1以上が必要です。さあユンカ、長いな、長いな、長いな、オフサイド。ただフラッグが上がってます。これが一番怖いですよ。今一発長いボール、こうですね、はい、少しですけどね、出てますかね。確認は行われています。上田セカンドチャンスを作りたい名古屋。引っ掛けて山田光太、マテウスサビオがものすごいランニング、そのマテウスサビオに出た。さあマテウスサビオ、マテウスサビオ、マテウスサビオだ。均衡を破る柏レイソル、裏抜け。最後フィニッシュはマテウスサビオ、今シーズン7点目。まあしっかりと打ち抜きましたね。入れ替わった木田、ユンカ逆サイドから押し込めるか。今一つチャンスでしたね。いい場所にボール行きましたもんね、はい、ただ松本も止めましたよ。狙ったというよりも今遠いサイドのジエゴの背中に、ディフェンスに入ったジエゴの腕に当たって PK となるかどうか。そうですね、当たってますね。あとは腕の位置ですよね。さあ上田主審が出てきました。 PK が PK です。名古屋 PK、 追いつくチャンスを得ました。この状況で手を閉じたままジャンプするってなかなか選手として難しいので、はい、決めました。同点に追いつきます。今少し触ってるのかなというように見えますね。4枚入ってますが、ユンカーこれで気高、ゴールキーパー松本キャッチです。ここで試合が終わりました。1対1。